日本は広大な領海や排他的経済水域に囲まれているため、潜水艦の担う役割は大きくなっている。そんな中、海上自衛隊に新たな潜水艦建造計画が進行中との情報をキャッチしました。今回は VLS 搭載でトマホーク搭載時期潜水艦建造を詳しく見ていきますね。さらに、海上自衛隊の潜水艦には533ミリ魚雷発射艦から運用可能なスタンドオフミサイルも開発中、本気で全潜水艦に搭載可能なわけで、もはや中国の潜水艦はヒヤヒヤですね。VLS 搭載時期潜水艦は5000トン級になってくるのか、すごい技術力だよね。国土の周囲を広い領海や排他的経済水域に囲まれた地理的な環境下にある日本にとって、その防衛の役割は海上自衛隊が主軸として担うことが想定され、今も昔も変わらない海軍国というのが偽らざる実情だろう。そんな海上自衛隊にあって、2024年現在は、その主戦力は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機がおよそ190機という、体制の構築が進められており、これは、2019年度からの最後の防衛計画の大綱で定められたものである。海上自衛隊では、基本的に、すべての水上戦闘艦を、その規模や用途を問わず、護衛艦と呼称しているが、装備として内訳から見ると、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、汎用護衛艦 DD、多機能護衛艦 FFM などに分けられる。具体的には、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、現在、航空母艦化改修の渦中にある出雲、型、イージス艦 DDG は、最新鋭釜屋型、多機能護衛艦 FFM は、最新鋭の最上型等があり、さらに、今後は、これを大型化した艦艇の建造が予定されている。哨戒艦12隻は、現時点では未就役の艦艇だが、現行の護衛艦よりも小型で軽武装であり、昨今増加傾向が続く尖閣諸島をはじめとする、南西諸島方面の対中国警戒網を強化するものとして、活用されることが見込まれている。そして、こうした艦艇の中でも、ひときわ、海上自衛隊が重きを置いていると考えられるのが、潜水艦22隻の体制であり、2024年8月現在は、親潮型8隻、双竜型12隻、太平洋型2隻を実戦配備とすることで、これを実現している。その中でも、最新型である太平洋型は、今年2024年3月に、3番艦の神鯨が就役を果たし、すでに4番艦の雷鯨も、2023年秋には進水を行っており、来年3月には実戦配備される予定である。この太平洋型は、基準排水量がおよそ3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦隊を備え、機関構成は、ディーゼル機関2機、リチウムイオン電池、発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式となっている。この構成は、毎級である、そう、竜型の11番艦、12番艦を踏襲したもので、太平洋型では、設計の段階からリチウムイオン蓄電池を搭載することを想定していたため、従来艦よりも、艦内のスペースを含め、様々な効率化が進んだものと見されている。太平洋型は、通常動力型の攻撃型潜水艦に分類される存在であるが、このクラスでは、世界でも最大規模を誇り、その主兵装は、艦の全部に配置された6門の533ミリ魚雷発射であり、そこから、複数の兵装を運用する形である。このところの日本では、こうした最新鋭の太平洋型に限らず、毎年1隻を交互に、三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場が新規に建造するサイクルが確立されており、これにより、切れ目のない建造技術の蓄積が行われている。ただし、これまで、大まかには、潜水艦自体の設計は三菱重工業者が担い、川崎重工業者は、潜水艦に搭載する機関の主機たるディーゼル機関の開発と製造を担うという形式が定着していると言ってよいだろう。しかし、川崎重工業者は、昨年2023年末に、
同社の方向性を示すグループビジョン2030の進捗報告を公表し、その中においては、海上自衛隊の新型潜水艦を目指していると、おぼしき艦艇の姿をイメージ図として掲載した。このイメージ図のコンセプト案とされた新型潜水艦は、従来型の、そう、流型や太平型とは一見してわかる、デザイン面での変更があり、概略としては、セイル部分が、それらよりも、船体の後方へと置かれている点が見て取れる。ここで、川崎重工業者が示した新型潜水艦は、こうした外観上の特徴の変化のみにとまらず、今後の海上自衛隊の潜水艦に求められるであろう、大きく、3つの機能面での進化を盛り込んだ内容となっていた。その川崎重工業者の新型潜水艦の3つの機能面での進化とは、まず、1つ目としてスタンドオフミサイルを搭載し、運用を行うことが謳われており、敵の防衛網の射程距離外からの攻撃手段に潜水艦を加えることを目指している。2つ目としては、従来の潜水艦よりもさらに高度化した船体のステルス性能を実現することと、逆に敵を捜索、探知するソーナー等の能力の向上が謳われており、敵の潜水艦に対処する能力をさらに高めることを目的としているように映る。三つ目は、潜水艦内における二酸化炭素の分離と回収についての新技術を導入することが謳われており、機関構成の中で、ディーゼル機関を重きとする通常動力型潜水艦の大きな弱点である、二酸化炭素の発生への対処を狙ったと思われる。これらの川崎重工業者がコンセプト案として示した新型潜水艦の3つの機能は、2つ目のステルス性と探知能力の向上、3つ目の二酸化炭素の分離と回収の新技術については、様々な関連企業の技術の集約が必要となるだろう。したがって、川崎重工業者自体が全てを解決して新型潜水艦を作り上げるというよりは、従来からの防衛関連企業や、今は、その分野に参入してはいない企業も含めて、同社がそれを潜水艦に活用するようにマネジメントする技量も求められるのではないだろうか。逆に、一つ目のスタンドオフミサイルの搭載と運用は、対象となるものが現時点でも明確であるが、既存の太平型等と同様に、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦で運用可能なものとなると、これから新たに製造する必要がある。日本は、スタンドオフミサイルの配備を拡充し、防衛力の強化を打ち出しており、その中には、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型が、配備されるまでのつなぎの役割として、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も決まっている。当然、本家のアメリカ海軍では、トマホーク巡航ミサイルを装備した潜水艦を、すでに多数運用しているが、これらは、すべて VLS。垂直発射艦から運用される形式であり、533mm 魚雷発射艦から運用されるものはない。その例は、イギリスの攻撃型原子力潜水艦であるアスチュート級が世界で唯一であり、すでにアスチュート級用の 533mm 魚雷発射艦から運用可能なトマホーク巡航ミサイルの生産は終了しており、日本が調達する同ミサイルはこれに対応できない。したがって、日本が調達するトマホーク巡航ミサイルは、マヤ型等の既存のイージス護衛艦や、これから建造されるイージスシステム搭載艦等の水上戦闘艦の並走となることが見込まれており、潜水艦用は別に必要となる。昨年2023年4月に、防衛省は4種類のスタンドオフミサイルの開発事業に関して、三菱重工社と契約を交わしたことを公表しており、既存の 533mm 魚雷発射艦から運用される潜水艦発射型誘導弾がこの中に含まれている。三菱重工業者が開発を手掛けているスタンドオフミサイルといえば、前述した1人式地対艦誘導弾の能力向上型が最も実用化が近いと目されており、すでにその第一段階の本体の画像も公表されている状態である。しかし、この人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、ステルス性能を高めるべく、エッジの効いた形状をしており、533mm 魚雷発射艦から、
運用可能な形式とすることは困難とみられ、新たに専用に新設計されると考えられる。防衛省は、すでに、公開済みの令和4年度事前の事業評価の中で、潜水艦発射型誘導弾について触れており、そこでは、同弾の用途は、日本への侵攻を試みる敵艦艇及び上陸を基とする部隊に向けて使用すると説明されている。そのため、開発中の潜水艦発射型誘導弾は、敵の水上艦艇に向けた対艦攻撃を主な用途とし、一部の対地攻撃にも対応可能な仕様となるのではないかとめされるが、その射程距離等については、まだほとんど情報が明かされてはいない。日本の地理的特性により、海上自衛隊の役割は非常に重要であり、2024年現在、海上自衛隊の主力として、54隻の護衛艦、22隻の潜水艦、12隻の哨戒艦、および約190機の作戦用航空機が配備されています。これらの艦艇は、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、多機能護衛艦 FFM などに分けられ、特に、新型の潜水艦隊ゲイ型では、最新技術のディーゼルエレクトリック方式が採用されています。海上自衛隊は、これにより、広大な領海と排他的経済水域を守る重要な任務を担っています。